皆さんこんにちは。今回は、ナビアが実装されたので初日の解説をしていきます。前回シャルロット狙いで少し多めに回してたので、ナビアのガチャ自体ではすぐに金色に。ちなみにすり抜けなしで普通に出ました。石を節約できたので嬉しいですね。ってことで、性能を見ていきましょう。まずは通常攻撃から。通常時は何もありません。普通の両手剣攻撃。元素スキル使用後は、4秒間元素付与されて、岩元素ダメージを行えるようになります。元素付与の状態は大体通常を最終段までだね。前情報通り、4秒だとやっぱり短めかな。続いて元素スキルについて。前述の通り、発動するだけで通常銃撃落下が4秒間岩元素に。そして、発射時にナビアの弾丸のスタックを消費して、ダメージを増加できるね。この弾丸のスタックは最大で6層まで可能。ナビア、あるいは編成メンバーが結晶を拾うとスタックされる。基本的には、6層貯めてからスキル打つ運用になるね。こんな感じで、ナビア以外が拾ってもスタックされる。UQ4 とは違うので一応注意点かな。元素スキルは、CT9 秒で、RK は一応 CT7 秒。粒子は3個から4個とかなり優秀な生成量で、2発撃てる。結晶を拾って、スタックを貯めて撃つと超高倍率になるので、育成はスキルが最優先だね。あとは紹介してなかったけど、長押しがあって、ダメージ発生前に結晶を吸い込めます。これにより、スタックを稼ぎやすくなるので、ぜひ、お忘れなく。続いて、元素爆発。一定時間範囲攻撃してくれて、設置型で、一定時間ごとにナビアにスタックを付与する。継続時間は長めだけど、倍率は岩にしたら低いかも。結晶反応とスタック効果で、ナビアのスタックはすごい貯めやすいね。ちなみに俗に言うスナップショットはしません。バフを後でかければダメージが変動します。これはちょっと残念ポイントでしょうか。裏だと基本的にシールドがない判定だからね。ここ見てもらえればわかると思うんだけど。ナビアが裏に引っ込んだら爆発のダメージが下がっている。岩共鳴、そしてシールド関連の罠だよね。新生異物の効果が裏だと発揮されづらい。スキル本体ではあるけど、減衰してしまうね。一部残念ポイントはあるけど。ナビアの爆発は60族で、CT15 秒に対して継続12秒。ナビアのスキルは粒子が多めで2発撃てる。だから結晶生成やナビアの弾丸用補助としては優秀って感じかな。倍率は反応なしの岩にしては低め。固有添付について。イエランみたいな感じで他の元素がいれば、ナビアの攻撃力がアップ。一応炎共鳴は 25% アップなので、無理に3元素にせずとも、炎なら2枠で共鳴の方が強い。先ほど話したやつ。スキル発動後は、ナビアに元素付与で。この時、ナビアの通常、落下、銃撃は 40% のダメバフ。注意点としては短いのと、固有添付なので、ダメバフの量は増えません。最後に探索系の能力、覇権の効果アップ。この辺はネタ切れ感すごい。一応スキル中のコンボについて、通常攻撃打ち切りが安定ですが、最終段を最速でキャンセルできると、通常4と通常1を挟めます。なかなか成功しなかったので、慣れが必要だと思いました。自分はダッシュしてますけど、スキルからそのまま通常につなげても問題ありません。あと、手堅いのは、通常3通常2のコンボ。安定して決めやすいかな。最終段みたいに、攻撃発生の癖が少ないです。ということで、おすすめ武器コーナー。もちろん、モチーフがあれば最優先してください。そして、他の武器だと、異界のしるべ、末路、向こうどれでもいいですが。ナビアで殴るなら、向こうが一番いいですね。一応裏だとシールドがないのと、スナップショットもしないことに注意ですけど。シールド中殴ってる時間も多いので候補です。そして、他だと安定の気候体験。ダメージ受けると、ダメバフが減っていくので。シールドなしで、結晶のみの編成の場合は注意。他だと、今回の配布武器や、鍛造のタイダルシャドウがおすすめ。タイダルシャドウは回復がトリガーなので。ベネット入りで使う場合は、ちょっとあれかも。
今回のイベントで配られる武器が場所を選ばずに使えるので、武器がない人はスーパーアルティメット覇王ナビアで使っていきましょう。生物コーナー。モチーフと同じで、特化生物も登場したのでそれがおすすめ。どう運用しても強いです。そして、フリーナを入れるならファントムハンターだね。一応継続は5秒しかないので、裏に引っ込んで、急に爆発ダメージが落ちる、ってこともあるので、そこは注意でしょうか。あとはスキル運用で黄金。大体、スキルとその後殴って締めのスキルだと思うので、2発目にはほぼ最大バフは乗せられないかな。あとは2セットずつ。ほとんど隙のない残響が最適だね。持論としては、岩2と攻撃2をつけるくらいなら、岩4にして、編成した多元素の火力を上げる方がいいと思います。一応2人以上に悠久のダメバフ恩恵がある場合は、悠久も候補ですね。ステータスは普通のアタッカーなのでこんなもん。岩1で使う場合は、チャージはちゃんと盛ることをおすすめ。理由として、ナビア殴ってる間だけの結晶だと火力が落ちてしまう。ですので、岩1で使う場合はチャージ優先で OK かな。あるいは聖風とかサイフォスで外部からチャージをサポートしましょう。岩2だとケースバイケースです。結晶が足りているなら、スキルを挟みやすいので、その分チャージにも恩恵が出てきます。一応軽いローテーションとかについて、ナビアはスナップショットができないことが分かったので、最初に爆発を打ってから、ベネット、シャンリンと繋げて、ナビアで殴るって感じでしょうか。一応、合計で8秒殴るので、ナビアの2回目の元素付与後にはもう1回スキル打てるかな。単体とはいえ、素晴らしいダメージが出るキャラだね。ちなみに、編成に困ったらこれってのが、ナビアベネット勝利。最後の1枠にお好きなサブアタッカーを入れることがおすすめです。攻撃力3勝キャラで岩キャラなので、最低でも耐性ダウンに岩共鳴、そして攻撃力3勝キャラ最強バッパーベネット。勝利の枠に関しては、強行やアルベドを入れて、岩共鳴をするのも良いと思います。ベネットは結構重要度は高いかな。一応12位置前半で使ってみた感じですが。まあ、キャラ切り替えは比較的スムーズかな。元素スキルも意外と横にも当たる感じでした。あと、爆発は結晶需要的には結構重要。元素付与時間は4秒なので、4秒で6層はなかなかたまらない。だから、2層程度は保証のある爆発は使い勝手がいいですね。という感想。あとは、性能はまあまあって感じですが、岩元素ってカテゴリーは超えないですかね。岩は岩で組んでねって感じはあるのと、普通の攻撃力3勝アタッカーかな。一方で評価したい点は、多元素と共存しやすくしたことかな。最適は岩2になるのはほぼ確定で、ベネットも正直欲しいけど、ゴローに依存が少なく、多くとも岩2の範囲で使えることが良い点だね。そして、敵が単体ならちゃんと強いです。あえて12位置前半での感想を話していましたが、単体に対してはかなり強気に出られるキャラクターなので、単体アタッカーとしては優秀だと思いました。一方で、岩やベネットとかの都合を考えると、ギミックへの対応力は低めかな。その代わりにサブアタッカーとしても機能できるので、使いたければ、どこでも連れて行こうと思えば行ける印象です。あとは、リオセスリとかと同じように、超開花に混ぜて使えば、編成火力は担保されます。ただ、ナヒーダの付着を考えると、というか、結晶頻度が減ってしまうので爆発回しが重要になります。この編成に限らず、岩1の場合は爆発は絶対に回したいレベルだね。さすがに4秒殴りだけだと、弾丸がたまらないので火力が出しづらい。ちょっと編成と総評がごちゃごちゃしたので改めて。ナビアの火力はかなり良好です。火力には結晶が必要なコンセプトとされているため、岩元素といえば、岩だけで組んでろ予感は減りました。爆発さえ回していれば、結晶化できる編成であればどこでも行けます。編成幅を広くできるので、ギミックにも対応しやすい編成を設定もできる。一方で、最適は結局ベネット勝利。4枠目はシャンリン、フィッシュル、ある程度敵で決めることは可能。ただ、風を編成しづらいという難点があるので、スキルの範囲は想定より広いけど、単体よりな性能。そして、最適生物がフリーナを編成しなければ、相方が微妙な残響を掘らないといけない。ということを考えると、
ファントム使い回すならフリーナもある程度編成には重要で。編成は広いけど、生物が集めづらいという謎な調整ですね。ってことで、ヌビレットみたいにぶっ壊れてはないけど、新しい試みを感じた、比較的少数の敵向けアタッカーですね。もうちょっと細かい評価はしばらく使ってから作ります。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。